いろんなね、うなファミリーってすごいたくさんいると思うけど、はい、内村さんのご両親と南原さんの奥さんと旅行行った俺らぐらいかな。すごいっすね。内村さんのお父様がジェットスキー乗りたいって言い張ってやっかれやっかれって言ってお父ちゃんの子だそれ見てるんですよ。僕でも一度覚えてはるか分かんないですけど、浜口さんの家でみんなで鍋パーティーした時に千秋さんもお子さんと来られてて一緒にパーティーしたことがあるんですよ。覚えてます？マリオやってた時に。あ、そうです、一緒にマリオやらさせてもらった。とにかくマリオやってんだって。やってました、ずっとやってずっとやってました。僕あの時からもう浜口さんがすごい言ったお子さんに対しても優しかったから、あ、僕もなんかそういう関係ない思ってたんです、ずっと夫婦のようやったんですよ。でもこれは絶対言ったらあかんことなんやと思って内緒やけど、あの子供は浜口との子やみたいな実はそうなんちゃうか言うてもうみんな周りにも仲ええからな。いや すごかったんで、はい、めちゃめちゃ仲良かった。長年連れ添った夫婦みたいな感じだったから、はいはい、雰囲気があったんで子供含めて、はい、その時来てた後輩もみんな言ってて、あ、そう、はい、一切誰も多分今まだ今まで誰も言ってないと思います。僕は初めてここで言いました。変なの。いや、まあそれ一緒に遊ぶことも多いし、そういう感じ、ね、そうなんでしょうね。よく言ってたから、はい、甘いのよこれ、はい、甘いよ、超甘いよ、うん、超優しいけどね。優しいです本当に。そうだから浜口さんも全然怒らないんで、それめっちゃおもろい尾形そのネタって言って他の番組見たら全然おもんなくてずるずるに滑ったことあるんですよ。女性が髪型変わってもすぐ気づくじゃないですか。若手の女の子にそれをやるんですよ、だからもうみんな好きになっちゃう。みんな好きになるんです浜口さんのことを。好きっていうのもだから先輩として好きじゃなくて男として意識しちゃ う若手の女の子の方が。ジゴロじゃん、ジゴロ。いや本当そうなんですよ。コミュニケーションとして言ってしまうのよ。ちょっと本当に好きになっちゃった恋とか。それも何回か聞いたことあるんですよ僕、本気で浜口さんのことは好きなんですけど好きになっても大丈夫でしょうかみたいな聞かれて、それはちょっと浜口さんに聞いてみて分かれへんけどもって。すごいじゃん。よくないですよ絶対。よくないと思うんですよ僕そういうの。本当だね、はい、本当に勘違いさせちゃうじゃんね。いやそうなんですよ、すごいそういう細かいところね。浜口くんって一番大事にしてる後輩誰それは聞きたいです、それは聞きたいですね。そんなあの、はい、それ聞きたいです。順番はないけど。順番はないね。浜内くんのインスタにいつもあのハゲの男の子出てくるじゃん。はいはい、ほとんど出てこなくなったじゃん。はい、もうやきもちです。本当にそれはもうずっと常々思ってますから。かわいそうよね。そうそう。全然ハゲより僕の方がいいんですよ、ね。はい。だから女の子振り回してるのと同じだよそれ。そうそう、これですね。ね、それだよ。知らんやり僕もその中にどっぷり使ってたんですね。みんなに優しいから。ちょっとやめてくださいよ誰が本命なのってなるんだから。僕じゃなかったんですね。いや、ないやろそんな後輩に。え、だってそれ言うてくださいよ。そう、だから誰が一番なの。え、後輩一番、今一番可愛がって一番可愛い後輩。いやで家帰ったら一番最初誰思い出す後輩の顔。菊池思い出した。ちょっと待ってくださいよ。やっぱハゲやないですか。あのハゲの人でしょ。やっぱハゲやないですか。ハゲ何してるかな。ああ取られちゃったじゃん。ちょっと、ま、僕もハゲますから。ハゲが好き。ハゲが好きだ。ハゲが好きだ。そうじゃないんですよ。お前でもそれ言わへんに鈴木さんのよ。ハゲ好きっすね。ハゲ好きっすねとかってよく言われてんけど。いやもう本当ですよ。ちょっと話は尽きないね。はい、じゃあ今できたやつ見せてもらいましょうか。もう終わり早っ何にも喋ってない。なんかキャインの話してないじゃんまた来てよ、また来る。山ほどあんねんほんまに千秋さんの話は。めちゃめちゃ聞きたいです。じゃあ次千秋が来てくれる時は有野が千秋に恋した時の話するわめちゃめちゃ興味あるじゃないですかそれ。唯一マジっすか。唯一、あいつは、そんなあったっけって俺確実に覚えてる。ちょっとなんか有野くんが買ったばっかりの新車、はい、納品したみたいな新車で静岡までドライブしたことがあるの。それまではいつも俺と千秋と有野は一緒におったんだよ、はいはいはい、今回の3人、はいはい、初めての2人だ
怒られるよ、怒られるって行く前の有野のもう確実な名言があるあうわぁ、何それ何それ何すかそれじゃあそこに行くまでの、はい、行くまでに確実に俺に言ったあなるほどもう今でも忘れられない有野の名言があるんですそれは有野の口からそんな風なことって聞けんねんやみたいなはい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 、うん、それ次回来た時うわめっちゃ興味ありますそれ他にもいっぱいあるから話はいやもう触りだけ言われても気になってしゃあないさもう終わりや言うてはるし聞いてええんかどうか分からへんのか聞きたいっていうのがまた千秋に来てもらっていやほんまですよぜひ僕ちょっと途中ですけどはいいいよ、はい、あうまいけど全然できてないねいや結構しゃべってそれ聞いてたらそうか言ってはい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 腕が止まっちゃうね特徴はやっぱり掴んでますねそう、はい、毎日見てますもんね毎日見てるもん千秋は私さっきのからあーすごいめっちゃ可愛いやんあいいですねめっちゃええ感じあいい周りでごまかしたいやでもそれ込みでやっぱでいいですねうんさすがなんかやっぱ昔からこういうなんかいろんな才能あるよ、ね、いつも革ジャン着てるイメージ着てる着てるありがとういいじゃないですか、はい、キリエさんははい、もう下書きは万全下書きは万全にできてる何もやってないじゃん全然スタートしてない、はい、まだ切れてないだってあのカッター触ってないもんねそんなことないいやもう興味ありすぎてお二人の話が全然進まないですまだあるよ、はい、ちょっとほんまにまだまだ尽きないんで、はい、また呼んでくださいはいミュージアム作るんで千秋なんか作品作るの好きやもんねうんねちょっとまた手伝ってくださいはい、はいコラボとかしたらいいんじゃないですか、ねえはい、めっちゃ嬉しいな、ね、トークだけでもいいよ暴露が多いからなぜひぜひちゃんとこれが丸これが×って言って事前にそうこれはこれ見てくれそうでこれは場合によっては丸ありがとうございました、はい、今回のゲストは千秋ちゃんでしたありがとうございましたありがとうございました